僕の名前はウルで。ウルは俺だよ。違いますよ。僕がウルですって。違いますよ。ウルね。ウルって何？ん？ウルの過去形よ。え？ウルって未来だよね。未来の過去ってどういうこと？どうも、韓国に住む普通の韓国人ガチャンです。ウルの過去形ウル。これ最初はぁと思いませんでしたが、だってウィルは未来だと習ったのに、未来系の過去系？普通の過去ならわかるけど、未来の過去ってどういうこと？と頭がわちゃわちゃになった英語戦車も少なくないはず。そんな英語戦車の皆さん、まずはウィルの認識を持ち直すことからですよ。そもそもウィルは未来系というよりは現在の考えであるという話を何度もしてきたじゃないですか。ちなみにウルというのは希望、意志という意味の込められたラテン語のベルから由来しているだけに、時世的には現在のものですが、希望という未来寄りの意志だからこそこれから先の未来寄りな思考なのだと。そんでもって、そんなウルという動詞にウルがくっついたのだと考えると、これまた面白いウルという過去形が存在するわけですが、これが厄介者なんですよね。英語学習者ならば誰もが共感するはず。そもそもウルの過去形って時点でわけがわからない。お飲み物はいかがですか？これ過去形か？ねえ、そりゃ謎でしかない。しかもこれといっては和訳が定まってない。だからといって、じゃあ言及してみっかと思い腰を上げても、ただウルの意味が知りたかっただけなのに、なぜか家庭法というどでかすぎる壁が目の前に立ちはだかる。え、ウルが知りたかっただけなのに、そりゃ思い腰も下ろしますわな。ですから大抵の英語選手は無意識のうちにウール恐怖症をお持ちのことでしょう。てなわけで、本日はそんなウール恐怖症を一丁使用していったと、私の方こそ思い腰を上げてみましたということです。というのも、英語得意者ならもう当然ご存知でしょう。英語においてこのウールというのを使いこなせるかないかでレベルがどんだけ違ってくるかということを、この概念を把握しておくのとないのとでは、例えるとすると、皆さんが絵の具を買ったのに白の絵の具が入ってないに値するくらいのものすごい違いが発生するのだということ。これある程度ちょっとくらい英語の得意な人でも、案外このウルに関しては会話の中で自信満々に自由自在に使いこなすのがあんまり自信がないという人だって少なくないはず。そうでしょ。それだけこのウルに関しては説明も理解も難解なわけで、完璧に細かく進めていこうとするといくらでも難しく広げていけるパート、もはや教える方も教えられる方も巻いてしまうパートですから、とりあえずは優しく、私が英語戦士者の立場になって、なるべく一番とっつきやすい方法でこのウルを紹介入れようと思います。とりあえずウルを使った難解な文法よりも、ウル自体の持つ基本の概念とイメージを把握することで、その次の難解な説明すらもスムーズに頭の中に入っていく魔法がかかることでしょう。てなわけで、早速ご紹介しましょう、ウルたちを。え、ウルたち？はい、今さっき言ったじゃないですか、和訳がこれといって定まってないせいで難しく感じがちな単語なのだと。ですから私はちょっと乱暴にもこやつをこやつたちに分類してみました。改めてご紹介入れましょう、ウル三兄弟です。もちろん細かいカテゴリーにまで分類しだすと三分類どころではありませんので、とりあえずは視覚的に分かりやすく、ひとまずは大雑把に三兄弟にしてみました。というわけで、単語三兄弟、厳密に言うと三つ子ですけどね、三つ子三兄弟。まず一人目は長男。この子はですね、一言で特徴を紹介するとしたら、しっかり成功している子です。そうです。まあ、詳しい話は後ですることにして、まず3人目まで一気にご紹介しますよ。次に次男坊。この子はというと、無責任だけどチャレンジャーな子です。はい、そして最後の三男坊。この子は残念な子だけど腰の低い礼儀の正しい子です。以上がウル三兄弟、ウル三つ子。おー、大きく分類するとこうですね。この時点で勘の良い英語得意者の方々ならば、そう、なるほど、そういうことねと頷いていることでしょう。それではゆっくりと一人一人を連れてきて真相を分析していきたいと思います。
長男坊、はい、私この子のことをしっかり成功してる子と意味深に表しましたが、この子がある意味一番ウェルの過去形をやってる子です。ある意味一番過去形として当てはまるのはこの長男坊だと言えることでしょう。ウェルというのは一般的にどんな概念でしたか？今考える未来ですよね。そう。そしてウェルというのはイメージ化するとこうです。過去のとある時点を基準に未来なんです。これぞウェルの時世的な過去形。過去のとある時点から考えた未来ってことは、今を基準に見ると過去の考えなんですよ。今の考えじゃなくて過去の考えなんですよ。それが過去形としてのウェル。ということはこの時点ではウェルだったわけですよ。この時点ではウェルだった子が今この時点に到着する頃にはウェルになってるだけのこと。電車に乗る時点ではお湯に入れたばかりの生卵だったのが、到着駅ではすっかりゆで卵に変わってる的な、この時点ではウェルだったのがこの時点から見たらウェルなんですよ。ね、ウェルの過去形ってどういうこと？と思ってた皆さん、これでようやくちょっと謎が解けそうな気もするでしょう。彼があの時に電話かけるって言ってたのよみたいに、本当に過去に起こった未来への意思、彼がすでに電話をくれたかまだなのかちっとも大事なんじゃない。要は過去の時点ではウェルだったこと、それがウェルの過去形。ウェル。そして意外とこの説明をしてくれない人が多いのですが、とても大事なポイントはというと、この長男坊必ずと言っていいほど過去形の動詞とセットになっているという点。要するにウルを本当にウルの過去形として使うときには、過去形の動詞にぴったりくっつけて使う。これこそが長男坊だという目安なんですね。長男坊すなわちウルの過去形としてのウル。こんな目安がわざわざ必要な理由、それは次の子供たちを説明することでお分かりになるはずです。それというのも、ウル長男として使うケースはウル3兄弟の割合の中ではかなり稀なケースだと。いいですよね。一番ウルの過去形をちゃんとやってる子なのに一番稀だなんて。だからこそウルという単語が難しいとされてる理由でもあるわけですね。もちろんウルが難しいとされる一番のクセモノは三男坊なんですけどね。ま、一番のクセモノは最後にやっつけるとして、まずは次男坊を連れてきましょう。はい。無責任だけどチャレンジャーな子だと言いました。この子も時世的に見ると過去です。この子はですね、チャレンジャーな子なので、まあいろんなことに手を出しがちです。ただ秋っぽい子なのでいろいろと手は出すものの、あんまり持続的には続きません。何かと初めて見てはたまにはやるくらいの頻度で済ます子だからでしょうね。解消のないこの子にはいつも比べられる友人がいます。我々だって幼い頃にはいつも親に比べられる友達いましたよね。この次男坊のウードにもいつも比べられる友達がいるわけですよ。ウードしっかりしなさい、ユーステちゃんを見習いなさい。そう、ユーステ、別名以前は丸々してたものだ、英語の時間に習いましたよね。そしてウードにも以前丸々していたものだという意味もあると。それが次男坊なんです。でもこの二人説明文章だけだと区別がいまいちピンとこない方が多いはずなので、ちゃんとイメージ化してみましたよ。レウスちゃんイメージ化するとこうです。四六時中というわけではないものの、結構持続的に習慣的にちゃんと続いてたイメージ。しかもきっとした意義のついた過去形なものですから、もうやってない過去なんですね。比べてウォルはというと、対象のない粉だけにはっきりしないんですよ。ちなん、あれ続けてんのか？知らないわ、やめたんじゃなかったっけみたいな。そりゃ親も親あれあれですよね。そんな次男のウォルをイメージ化するとこうです。パッと見ても比較的に差がありますよね。でもって皆さん、英語の授業中にうんざりさせられた説明あったのを覚えてますか？あれですよ。ゲストは状態も行為は表せれるが、ウォルは状態ではなく行為しか表せることができない。これ、もうやはり何その規則と思わせますよね。用法がいろいろあんのも嫌なのに規則まで多いだなんて。でも別にこれだって無理に暗記して覚えることはないんですよ。イメージ化で考えてみてください。ユーストはこうで、ウォルはこうでしたよね。そう、これを見た限りでもウォルはたまにやって
ってたんですよ。だから要するにかつてその丘には教会があったということを言いたい場合にウォードだとおかしいんですよ。普通に教会がたまにあったっておかしいでしょ。さあ要するに一定期間ずっと続かないとおかしいようなものにはウォードを使わないわけなんですよ。ある程度一定期間続かないとおかしいような事柄、すなわち状態にはウォードを、そりゃ当然使わないでしょ。そういうこと、そう考えれば OK なんですね。イメージ化してみると案外簡単で当然な概念だったでしょう。簡単なら文法説明がウォードは状態には使えなくてって文章化してしまうから難しかっただけのこと。そしてこの次男坊に長男坊と同じように次男坊だと分かる目安があります。あれですね、同じ顔してる一卵性ソーセージをほくろで区別しましょうみたいな。で次男坊のほくろはですね、大概過去のいつの出来事だったか名刺してあるんですよ。このようにいつであれどんな形であれ過去のとある時点であることが暗示されてれば、このウード君は次男坊なのねということがわかるわけです。きっと場合によっちゃ省略しちゃうケースもあるでしょうが、もしもこのほくろがないと大概三男坊に間違われてしまうわけなんです。くせ者三男坊。それではついにくせ者の紹介といきますか。三男坊、実はこいつの正体を暴くだけでも説明が横道へどんどん広がっていくので、今日のところはなるべく一番大まかに紹介しておくところでとどまりたいと思います。わかりやすくお話しする内容さえ納得できれば、そこから広がる難しい内容も難なく理解していけることでしょう。では肝心の概念をわかりやすく解説してみましょうか。この三男坊上でこそがウードゥを難しく感じさせる超人なんですよ。なぜかというと、やはり一番の要因は他の兄さん方が明らかに過去なのに比べて、このウードゥは過去現在未来を全て含んでいるから、これこそが一番の要因でしょうね。末っ子のせい、系のくせに生意気なって感じですけどね。それも仕方ない。この生意気な三男坊は過去は過去でも過去の持つ要素だけを装備しちゃってるやつなんですから。どういうこと？この数回の動画で私何度も言いましたよね。過去系というものの正体を、時間時計的な過去もあるけれど、時間時計とは関係なく抽象的なイメージとしての過去があると。わかりやすくイメージ化すると、過去というものは現在と距離のある概念。そしてこの点において距離というのは人との距離、すなわち礼儀であると。だから前回のこの辺で言いましたよね。時制的な距離というイメージが加わったことで、意味的に心の距離という使われ方をするんだと。皆さんも謙遜のクールだとか可能性の低いクールって聞いたことありますよね。それって別に謙遜のとか可能性の低いとかで覚える必要などなく、気持ち的に一歩引き下がった感じだと思えばイメージ的にも分かりやすいでしょう。それがクールってやつの謙の過去形じゃない方の正体だと言ったじゃないですか。それがウォードにもそっくりそのまま代入できるわけですよ。言葉を使って人との心理的な距離を置くことで謙遜をしているような表現になるということ。だから時計的な過去じゃないわけですよ。どちらかというと過去どころか、これって未来寄りの質問でしょ。ウォードが未来として使えるってのはこういうこと。時計的な過去じゃなくて心理的な距離。そしてそれは私が見るに日本語も一緒じゃないですかね。思えば私も日本へ遊びに行くと丁寧な店員さんたちに、お会計は丸々でよろしかったでしょうか、みたく明らかにこれから先のお会計の話を過去系みたく聞かれたりしますもんね。それは全部10円玉で出そうとして過去の決心だからじゃないの、とかいう細かい話を今してるんじゃなくて、心理的な例え話としてですよ。過去系に一歩引き下がることでなんとなくより一層減り下った感覚になるというのが日本にもあるでしょという話。こういうの面白くないですか。心理的に人間ってなぜか萎縮するほど言葉数が長くなるんです。
これって全世界共通なのかなと思うのも、実はこちら韓国でもタメ口のことを言葉が短いと表現しちゃうんですよ。例えばいきなりタメ口を聞いた相手に対しても、おめえちょっと言葉が短いんじゃないかみたいに因縁つけんのが日常茶飯事。だから皆さんにもおなじみのニラニラをつけて言葉を長くすることで敬語になるわけですよ。日本語でもそうですよね。言葉を一文字でも長くすることで敬語になるわけでしょう。じゃあほら、過去形にするほど言葉数が長くなるのって、そういった概念と一切関係でしょうかね。覚えてみる価値はある要素じゃないでしょうか。言葉数と心理との関係。それと皆さん、自信満々な時って次のうちどっちを使いますか。できます。できますよ。できるでしょうね。できるんじゃないかって感じですかね。言葉の数が長くなるほどどうですか。言葉数が長くなるほどこいつ頼りねえなって感じしませんか。だから政治家も利用してでも丸々ですって断言するのでしょうね。同じです。上から一文字でも多いおーになることで、一文字分でも自信投げになるんです。過去へと一歩引くことで礼儀になり、一文字分でも多い表現で自信なさ謙遜が伺える。ここまで来ると西洋東洋関係なく言葉から伺える人間の本能としての面白い共通点なんじゃないでしょうかね。というわけで、三男坊のことをくせ者扱いしましたものの、非常に礼儀の正しい子だと言ってたのはこういうことです。過去としてじゃなくて現在の謙遜と礼儀としての上だということ。なかなか面白いでしょ。しかも難しくないでしょ。でもこれが例のあれにつながっていくわけです。例のあれ、家庭法。はい、出た。上のパートでは必ず出てくる文法用語、家庭法。ある程度レベルのある英語の中長級者でもできればなるべく避けて使いたいことで、定評のある家庭法。しながらネイティブはこれでもかと使いまくる家庭法。だから気持ち的には三男坊どころか四男坊にしちゃってもいいくらいなのですが、基本のイメージとしては三男坊の概念が家庭法の核になっているので、に押し込んでしまいました。ところで先ほど私長男のことをちゃんと成功してる子だと言いましたよね。それなんでだと思いましたか。ちゃんと過去形してるからでしょと思ったことでしょう。しかし隠れた第二の理由があるんですよ。それと同時に三男坊のことを残念な子だと言ったじゃないですか。なんでだと思いましたか。知性がはちゃめちゃだから。はい、これにも隠れた第二の理由があるんですよ。ウーってのはもともとなんだと言いましたが、基本的な意味としては過去にスタートしたのが現在へとたどり着いたウェルだと言いましたよね。これ実はですね、ざっくりと観察すると現在にたどり着くまでに成功してたどり着くこと、失敗してくることがいるんですよ。ズバリ成功してきた子が長男坊、失敗した残念な子が三男坊なんですよ。さあこの失敗した三男坊を言い換えると、それが家庭法。家庭法って用語ですでにビビってるかもしれませんが、私だってこの家庭法というネーミングは好きじゃないですね。とりあえず分かりづらすぎるじゃないですか。私に言わせれば家庭法はこう呼びたいところです。仮想現実。なんだかちょっと面白そうじゃないですか。諸君、今から家庭法の授業をします。これよりも諸君、今日の授業は仮想現実です。こっちの方がなんだか習ってみたくないですかね。ネーミングってやっぱ大事です。この三男坊の一番の用法である家庭法、すなわち仮想現実については次週お話しいたしましょう。だってオールドのついでにちょっとだけ説明して済ませるには、家庭法ってのはあまりに大事で説明も大変で、だからといって省いてしまうにはもったいなすぎるものですからね。でもとりあえずこの2つだけ頭に入れておけばあとは簡単です。過去じゃなくて距離、そして仮想現実。いやー、今回のオールドに関する概念の説明は我ながらの自画自賛ですが、現存する中では最強の分かりやすさと言ってもいいんじゃないかと。もうそろそろ春の新学期ですが、この動画を見てから新学期を迎えるのとそうでないのとでは、脳の準備体操としてもべらぼうに差が出るのではないかと、これまた勝手に信じたいところです。おそらくですが、まだ家庭法を習う前の学生さんたちはきっとこんな疑問を強く感じることではないでしょうか。教えたいだけなのに、なんで家庭法を話出てくんの。確かに
でも私に言わせればそれ置いてるようなもんです。なんでわさび食べるときに必ず寿司が出てくんの？これ言うならばわさびと寿司の関係性。そりゃわさびが何も寿司を食べるときにだけ使われるものでもなければ、寿司を食べるときにわさびを必ず使うわけでもない。でもわさびと言われて一番しっくりとくる使い道は、寿司と言われて一番しっくりとくる材料はお互いでしょ。私はそう思ってます。だから必ずと言っていいほど大里と家庭法とがセットで説明されるわけですね。寿司とわさびの関係と言われるとめちゃくちゃわかりやすいでしょ。もちろん寿司といえばガンガン巻きだろ、カリフォルニアロールだろ、サビ抜きが一番などなど、いろんな人がいるでしょうけどね。サビ抜きでもよしですが、お好みでどっちも好き勝手に使ってもいいよと言い切ってしまうには、明らかにウォルとクドは違うもの、互いにより似合う食材がそれぞれにあるわけでして、そんなウォルと前回特集したクドの気になる使い道の違いについては微妙にて詳しく楽しく解説していきましょう。ぶっちゃけウォルとクドとの区別は感覚でわかるレベルなんて、実際はネイティブスピーカーぐらいなもんですよ。しかし、じゃあもしも皆さんが微妙な動画を見てある程度だけでも理解して区別できる用意もあれば、かなりすごいことになると思いませんか。いきなりハイレベルの武器を手に入れちゃうみたいなものですが、一応持ってるわけ持っておけば後々レベルアップしてから装備したっていいわけですから。そして YouTube 組の皆さんとは、来週ウォルの三男坊の核心とも言える家庭法、すなわち仮想現実に関してですね、この難解とされているパートをなるべくわかりやすく解説してみせましょう。まあ仮想現実っていうのは私が勝手に名付けた名前ですが、要は仮定法の前提だと思ってます。普通に考えて大抵の場合、現実に満足している場合にはそんな仮想の現実なんて考えることもなかろうっていうのが仮定法の大前提ですかね。まあ次回謎は解けることでしょう。仮想現実、皆さん的にはどうでしょうか。皆さんも普段仮想の世界を思い描いたりするんですかね。どんな世界が皆さん的には理想の世界ですか。いや、漫画の二次元とかじゃなくて現実的に、まあ、人それぞれでしょうね。これは正解はないと思いますが、私的にはそうですね、何にもかも自分のせいにできるのが私の考える一番理想的な世界じゃないかと、そう思うんです。今の自分の姿が満足であれ不満であれ、世のせい、社会のせい、環境のせい、親のせいにせず、成功も失敗すらも全て自分のせいにできるのが一番理想的な世界じゃないかと。だから思う存分自分のせいにできる世の中になるように、社会面にもっともっと関心を持って生きていくべきだったかなと深くさを反省している今日この頃です。正直言って全然興味もない、関心もない、つまらない社会の流れというものに一人一人が目を向けることで、仮想の空想にばっかり逃げなくて、その理想的な現実の世界に近づけるんじゃないかと、私もデッキとした一人の有権者として、清き一票を持つ一人の権利者として、思う存分自分のせいにできる、そんな世の中を願ってしっかりと見据えていきますよ。